ご視聴ありがとうございます。今回はスズランをこよなく愛する男片桐健とその親友の村正の世代のスズラン1年構想のストーリーの解説をさせていただきます。ネタバレにご注意ください。この男の名は片桐健。健は自分を変えるために群雄割拠のスズランへの進学を選択していました。しかし健は一歩踏み出すことができません。するとそんな不甲斐ない自分の頬を張って気合を入れた健がついにスズランの中に入っていくのですが、県の中では希望が 2%、 不安と恐怖が 98% の精神状態でした。しかし県は 2% の希望に全てを託します。すると県は早速喧嘩をしている男たちを発見して隠れてしまうのですが、スズランで喧嘩はごく当たり前のことですが、県には免疫がないようです。するとここで剣がカバンを投げ捨て再度自分に気合を入れるのですが、そこにヤバそうな男が現れて、火持ってねえかと声をかけてきます。すると剣はすかさずこの男のタバコに火をつけてしまい、進歩のない自分に対してうなだれます。その後腹をくくった剣が入学式の場に向かうのですが、そこには剣に対して冷たい視線を送る、ただならぬ面構えをした男たちが待ち構えていたことで剣がおじけづいてしまいます。しかしここで剣が自分に、違うぞ剣、このスズランで生まれ変わるんだろ、拳を握れと自分に言い聞かせます。そして全てを睨みつけろと自分自身を鼓舞するのですが、金髪の男と目が合ってしまいます。すると金髪の男が、何メンチ切ってんのよと言って剣に軽く凄むのですが、剣にそんなつもりはありません。すると金髪の男が、てめえだそこのチビと剣を愚弄したことで、剣が改めて自分を奮い立たせて金髪の男と戦う覚悟を決めた。その時ある男が天高く舞い上がり、剣の頭上を越えていきます。そして金髪の男に強烈な飛び蹴りを食らわせます。そしてチビがどうしたって、おと言った後に金髪の男に制裁を加え続けます。そしてこの男の視線が剣に向いたことで、剣がやられると思ったのですが、この男がこの後乱闘になるから逃げるぞ、何やってんだ早く来いと言って剣と一緒にこの場から走り去ります。その後この男が剣のことをじーっと眺めていました。そして自分の方が背が高いと主張します。すると剣が自分の方が背が高いと反論したことで、この男が背伸びをして自分の方が背が高いと主張します。するとこの低身長同士の醜い争いをたまたま見ていた坊主頭の男が、目クソが鼻クソを笑うってやつかと言って二人を嘲笑います。するとこの男が、なんだこのおむすびはと発したことで、坊主頭の男がこの春からこの町に越してきた黒岩だと名乗るのですが、黒板北海道ルルルかと二人が問いかけます。すると坊主頭の男が、黒板じゃねえ黒岩だと答えたことで、この男が、俺は深瀬中だった村上正人だと名乗ったことで、この男が深瀬中の頂点に立っていた村正だと知った剣が驚愕します。その後剣が、俺は片桐剣と言って名前を伝えていたのですが、村正が、知ってるぜ反り込みの剣だろと発したことに剣の時が止まります。どうやら反り込みの剣という愛称は剣にとって不名誉な愛称なようです。するとその時黒いシャツの男が、出島あいつら嫌がったぞと発したことで、剣がノートを開いて、四中の頭の出島かと発します。ちなみに
このノートの名前はケンズノートなんだそうです。その後、この場に出島が現れたことで、やばいと思ったケンがこの場から逃げ出そうとするのですが、村正がケンの腕を掴んで、逃げるなケン、今ここで逃げても明日また取り囲まれる、今やるんだ、このスズランで生き延びる方法は絶対逃げねえことだとケンに伝えます。するとケンがまたまた自分の頬を張って出島軍団と戦う決意を固めた。その時出島の号令のもと出島軍団が攻撃を仕掛けに行きます。すると黒岩が俺は関係ないと必死にアピールする中、ケンが出島軍団に立ち向かいます。しかし多勢に無勢で、その後にケンと村正は地面に横たわっていました。しかし村正は熱い高校生活が遅れそうだぜなあケンと言って嬉しそうな顔をしています。ちなみに黒岩は巻き添えを食ったようです。翌日、村正の連れの柴原という男が激怒していました。ちなみに村正曰く柴原は想像しいうるさい男なんだそうです。そしてもう一人の村正の連れの菅原という男は無口すぎてほぼ喋ることがないようです。その後村正が行くかと発したことに、剣がおうと答えて出島軍団のもとに向かいます。その頃何も知らない出島たちが談笑していました。するとそこに剣と村正が現れたことで、出島がまたやられに来たのかと発します。そして逆の方向から黒岩たちが姿を現すも、出島が動じることはなく、はい帰り討ちと仲間に指示を出すのですが、村正が別格の強さを見せて次々と出島の仲間を倒していきます。しかし剣があっさり倒されてしまいます。すると出島が剣に詰め寄り、このスズランはおめえみてえな小僧が来るとこじゃねえと凄んだ後に剣の顔面に蹴りを入れたことで剣が吹っ飛びます。するとそれを見た村正が、てめえは何しにここに来た、男だったらやり返せと発したことで剣が立ち上がろうとするのですが、出島が剣の存在を無視して村正との勝負を要求した。その時左腕を大きく振りかぶった剣が出島に向かっていきます。そして剣が渾身の一撃を出島に叩き込んだことで出島が後方に吹っ飛びます。そして出島が立ち上がることができず、剣が華々しいスズランデビューを果たします。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。